はい、年を重ねた美顔は武器となるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、皆さんこんにちは。はい、皆さん、前髪ってすぐうざくなったりしませんか？ね、美容室に行って、あ、いいなと思ってももうなんか10日ぐらい経ったらちょっとね、目に入って嫌だなとか、逆にちょっと短めに切ってて1週間後がね、ちょうどいいぐらいになるようにしてとか、結構お客様とかでも、ね、前髪を、ね、どこにピークを持っていくかっていうのはすごく大事だったり、あとタレントさんだったりとかね、女優さんなんかはもうあの常に前髪だけはね、あのヘアメイクするときにちょっと微妙にね、バランスが違ってたらちょっと切ったりとか、もうあの特にアイドルの方なんかは前髪命っていうことで、すごい前髪だけはね自分でセットするとか、結構こだわりが前髪ってあるんですよ。それだけ前髪ってすごい重要なところだとね思うんですね。なので皆さんもこの旬の前髪をなるべく長くキープするっていう時にはセルフケアっていうところで、失敗しないセルフカットのコツを覚えておくだけで、セットの仕方とか覚えておくだけで、もう一気にね垢抜けた前髪ができるようになるので、今日は皆様に自分でできるセルフカットの失敗しないコツと、こういう風にセットをすると前髪ね、あの今風な私たちね、40代50代なんてくると、なかなかねよくわからないという方もいらっしゃるんだけども、セット剤を使って、ね、崩れにくい整え方っていうのを今日はご覧に入れたいと思っております。では早速行ってみよう。はい、実際ねこれだけ前髪長いんですよ。皆さんもうまく切れたらいいなと思いませんか？はい、実際やっていきますよ。自分で切るときに気をつけていただきたいのは、どのぐらいの長さを切るのかっていうところっていうよりは、どこを取るのか。結構ね、三角形状に大体分かれてるんですね。このぐらいの薄さだと、まあ、4、5センチってところかな。はい、ここですよね。私もほんとここ薄いのですごい嫌なんですけども、大体ここの三角形状を取ったときに、この暗めの、このね、外側のところにつながる感じが、要は、前髪この辺止めていっちゃいます。よいしょ。この辺からあ、ね、指でね、あ、黒目の外側かなって言った点で分けちゃうと、だいたいねこのぐらいの長さ、はい、こうしてあげるとちょっとだけ端っこがね少し長いのが残ってると思います。これがちょっとね小顔効果になったりするので、まず、一度に切ってしまうとこんなになったりとかね、ガタガタになったりっていうことになるので、前髪切る時はね少し普段のねブローして癖を取ってから切ってあげると失敗しません。ちょっとこう少し斜めに持っていきたいので、真ん中だけちょっと先に取ります。で、真ん中だけ取った時にこのまんまね、パッと切るんじゃなくて、少しこっちに流したいなと思うときは、反対側に行くとね、上げすぎず、上げすぎですよ。上げすぎず、こっち、このね、ところを縦に切ってください。バシッとね、横にね、切っちゃうと、結構私、前髪パッツン好きなんですけども、今年は女性らしく、ちょっと心に尽きかったので少しずつ切っていきます。よいしょ。そしたらこうやって持ってくると、少しこっちがね斜めに入っていきます。分かりますかね。で、ちょっとアイロンかけた時に少し上がるかなっていうのを見込んで、ちょっと長めにねしておきます。で、そうしますと、ここの切った一番端っこの部分ね、前髪の端っこの部分を持ってあげて、で、少しね、この長さを残しておきたいので、ここね、キューッと、斜めに持ってきてあげて、ここね、ちょっと残してあげる。そしたら今度半分また、ここちょっとだけもらって、ね、ちょっとだけもらって、で、少しね、こういう斜めです。斜めに持ってきてあげて、で、縦に入れてあげます。で、そうするとどうですかね。もっとね短く切りたい方はもうちょっと切っていただいてもいいんですけど、私は癖っ毛で上がりやすいので、大体ねちょっとこのぐらいにしといて、ちょっとセット剤をつけていきます。はい、こちら M ポリッシュオイルね、しっかり手にねなじませてあげて、
ね、この全体につけてあげてから余ってるので前髪を作ってあげます。で今ちょっとねシースルー前髪っていうのが主流になっているのでちょっとねシースルーに。で大人のね前髪短いの私好きなんですがもし女っぽくしたいと前髪がね長めの方が雰囲気は出ます。はい。でここからこうやってね結んじゃったりとかすると雰囲気良くないですか。こんな感じだったりとかはい。次はあのアイロンをねちょっと前髪だけかけるって方法をやっていきます。では行ってみよう。そしたらこうストレートアイロンなんですけども、まあ、温度の設定ができるんだったら120度ぐらい。あまりねあの前髪やるときに高い温度だと形がねこうバシッてつきやすかったりするので、あの高いに温度しか設定できない方は一回暖かくしてちょっとねあのスイッチ消して少し立てかけると、ね、やると失敗がないかなと思います。カーラーよりねストレートアイロンの方がおでこにジュッてしちゃう人いるじゃない。あのストレートアイロンの方がいいかなと思います。でここさっきと同じです、ね、3つに分けていくんですけどもね、少し私もそうなんですけども前髪が癖があるのでねちょっとずつ手でこうし溶かしてからスッと持ってきてあげる。でこの時のコツはね、この入れた時にね、ここから持ってきてここから少しこういう感じで抜けていく感じで、これはちょっとこう斜めに切ってあるのでね、もう一回やりますよ。こう軽くね、まっすぐ一回つけたらキューッと横に少し流してあげる感じで、ここの部分も一回やってあげてね、うまくいかなかったらこのちょっと繰り返してあげるとこの状態になっていきますと。はい、いかがですか。はい、このね前髪なんですけども、あの私はねあのこういう状態で保ったりとかもうおでこ上げたりとかね、いろんなあの髪型がね自分でできるとすごくねいいかなと思います。ね、前髪があるだけでねちょっと一つ結びするとすごくねアレンジが効いたりとかいろいろできると思うので、ぜひね皆さんね自分でやる方法っていうのも少しこれねずっとだとラインが崩れちゃったりするので、あのそういう時はねちゃんと美容師さんにねやってもらって、この間ですね少しでも長く持たせるやり方っていうのを覚えていただくだけで、やはりねあの自分のテンションがある、ね、上がる期間がすごく長くなっていくと思うので、ぜひねあのやってみてください。はい、失敗しないコツはしっかりあの乾かした状態ね、いつもねやるね少しブローをして癖を取った状態で縦に入れていく。で斜めにしたいんだったら少しね反対側のところにねこうグッと持ってちょっと斜めにして縦に入れていってあげると、戻ってきた時にね短くなりすぎないので、ぜひねやってみてください。で少しここの横のね長さをちょっと長めに残しておくっていうのが、ね、小顔に見えるコツになりますので、皆さんやってみましょう。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったら高評価ボタン、ね、こちらの方の、ね、登録ボタンを押していただけると、もう日々のモチベーションが上がります。皆さん一緒に綺麗になっていきましょう。では次の動画でお会いしましょう。